ビテスラフ・ベセリーは、チェコの陸上競技選手、専門はやり投げ。2013年第14回世界選手権、男子やり投げ金メダリスト。2012年男子やり投げ世界ランキング1位。2002年世界ジュニア選手権は9位だった。2008年8月、北京オリンピック予選で81メートル22、自己ベストを伸ばす。決勝は12位となった。翌2009年、 初めて出場した世界選手権は7 5七7 6の記録で予選落ちに終わった。2010年5月、ベセリーはオロモウツで行われた競技会で自己ベストを5ル以上伸ばす8 6四4 5を記録してシーズン世界最高をマークした。同年のヨーロッパ選手権は9位だった。2011年、テグで開かれた 世界選手権はメダルまであと一歩の四位だった。二千十二年五月、上海ゴールデングランプリでセカンドベストの八十五メートル四十を記録し、勝利した。六月、ビスレッドゲームズで八十八メートル十一を記録して優勝、シーズン世界最高をマークした。二千十二年八月、ベセリーはロンドンオリンピック予選で八十八立方メートル四をマークし、 自らのシーズン世界最高を塗り替えた。しかし、決勝は最終6投目に投げた83立方メートル4の記録で4位に終わった。同年のダイヤモンドリーグは上海、オスロの2勝を挙げるなど14ポイントを獲得して、種目別年間王者に輝いた。2013年8月、ベセリーはモスクワで開かれた 世界選手権決勝で1投目に 87m17 をマークし、3投目に 87m07 を投げたテロピトカマキイカを抑えて大会初優勝を飾った。2001年第8回大会のヤンゼレズニー・イライトなるチェコ選手の世界選手権同種目優勝であった。2014年ヨーロッパ選手権では1、3、4位がフィンランド勢で占められる中、 84メートル79で2位に入った。ありがとうございます。